しみにしていたぞ。さあ開幕、両者はどう動くか。よろしく頼む、期待しているぞ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。プレイヤー2、バーンアウト状態となっている。さあどうだ。ここは飛び道具でのペース、圧力をかけていく。サイロはもっと呼吸を大きく。バーンアウトしている。まだ倒しきる。良い決着だった。いやー、一気に決めたことでした。見事、素晴らしい接戦であった。ラウンド2ファイト。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ソニックを打って、これはターゲットコンボを叩き込む。さあ両者ゲージがかなりあるぞ。危険な状況、火力は出る。ここからのゲージ運用が難しいところ。ラインを上げつつダメージを取る。もっと我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。さあここからだ。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識する。ここでバーンアウト。ここまでなのか。あっぱれ、やるではないか。中段抜く、ここでフィニッシュ。良いとどめだ。最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。最後まで諦めるな。これはドライブ。最終ラウンド、すべてをこれは当たらず。今のは見えていたんだろうね。しかしさすがに今のは見えていたんだろうね。バーンとする。地獄の沙汰ほど面白い。頭上がガラキ。プレイヤー2、絶望のバーンと状態だが、さあ壁際の攻防が始まる。もっと我が輩受け止めながら打ち上げる。張り手、芯の通った張り手だね。いい感じだ。この逆境、逆転のフィニッシュ。やるではない。なかなかに白熱してるか。いってみましょう。我が輩を楽しませてくれ。ザ・ファーストラウンド、注目していきましょう。何事も最初が肝心なの。最初がな。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。どうだろう。対空意識は万全か。いいよいいよ。さあドライブゲージに差がある状況。このままゲージを削り切る選択肢も見えてきたか。一度ドライブゲージが尽きてしまうとしばらく使えない時間が続いてしまう。ここはなんとか守りきりたい。ここでプレッシャーをかけつつも相打ちを切る。もうちょっと。ジャンプ攻撃への警戒は十分。なるほどな。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。KO。 やるではない。ギリギリの接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかる状態になるのだ。どちらかが仕掛けていくのか。もっともっと我が輩を楽しませるがよい。プレイヤー1、激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。え、今なんて言ったの。ここはうまくチャージした。フーファのチャージは OK。 どこからでも仕掛けられる。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンス。バーンアウトしている。まだ諦めるな。さあ体力差ないぞ。ここからどう動く。プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。飛んでいる。ラッシュするか。壁に追いつけた。になる。どうした、いけるだろう。この逆境、逆転の青写真を描くことはできるか。一発剣ない。足が出る。ここ
でゲージを使っていく。いやすごいな。倒しきり見えている。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。人間界の決闘というものを見せてもらう。注目のファーストラウンド、何が起きる。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。いよいよ壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。ここはどう出るか。セスナの攻防。そうか、マネージュ大胆に仕掛けてくる。 KO まで良い決着だった。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。タランティス状態になっているようだな。この中足が刺さる。さあ、飛びはきっちりガードで対応。受け止めながら、おっと強化状態の投げが刺さる。一発がでかすぎる。追い詰められてしまった。さあここからだ。フォアハンで吹き飛ばす。ここでエセ、試合を動かしに行く。いやすごいな。捕まえている。試合を終わらせる地獄のダンス、バードーズ。ここは中足を一つ、頭上がガラキ。弾力が問われる状況になった。スクリュー何でも吸い込め。先に触れれば勝機はある。あとは投げをすく。ここで両者かなり因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。今回生き贄となるのはどちらだ。さあ試合開始。実況解説は R でお願いいたします。諸君、健闘を祈る。ここで弾を打つ。さあ、試合の序盤、どう崩していくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。さあ、壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。ここで弾によるプレッシャーをかけていく。これはきつい。見事なパット、完全に読み切る。良い決着だった。最後まで噛み合ったラウンドとなりました。お願いしますかね。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。上から来た。さあしっかり毒破裂を発動させダメージを与えていく。パリをしたが、ドライブインパクトは受け止める。今のは見えていたんだろうね。遠距離での様子見、両者はこの時間ドライダッシュで前に出る。なんとか端から押し返した。投げて、良い投げ。いやどうだ、飛んでいる。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。ドライダッシュか。危険な距離だが気を抜くでないぞ。この投げは警戒していた。近づくのすら怖い。壁際だ。ラッシュするか。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。ここは攻めたいところ。しかし前に出てジャンプを見せ、ここでバーンアウト。まだ諦めるな。ここが正念場だ。このスーパーザドールか。どちらが勝つか。これはお見通し。まさかの削りルート。そういうことだ。火薬まとび。ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ。全身全霊で戦うがよい。ガードする。ここで大きく前を向いてベースダウンを図る。しっかり呼び込んでこの線を取っている。おっと投げが決まった。見事だ。プレイヤー1、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。どうした。おっ、投げる。あっぱれ、やるではないか。勝負の一撃だったが届かず。ワールドショット。飛び道具が一気にドライブラッシュで勝負をかける。もっともっと争うがよい。気合で中央へ。
両者対決、ここで急ブレーキ、反撃はガード、どうにでもなる対決、ね、なんかやってるぞ、なんだと一気に終わるのか、決着、よくやった、存分やり合うがいい、争うがいい。さあ開幕、両者はどう動くか、どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。プレイヤー2、上からの攻撃はしっかり見えている。そうか、さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ、ここからが大事だ。パーフェクト、やりたいことが全て噛み合ったか、勝負あったね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。ありジャストではないが、意に介さず攻めのドライブラッシュ、上から来た、ドライブラッシュで前に出る。次はどう出る。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。どうした、いけるだろう。さあここはオーディー転生曲、無敵をうまく使った。プレイヤー1、ここは我慢の時間帯になりそうだ。ゲージ差に気づけるか、ドライブゲージがゼロに近い、見えているか、ここでバーンアウト、ここまでなのか。勝負を決めに来たか、弾力が問われる状況になった。飛びはバレバレ、いざその調子だ。ラッシュするか、ここでゲージを使っていく。何、倒しき見えている。見事、注目していきましょう。人間界の結局を見せてもらおう。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。諸君、健闘を祈る。投げ、さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。なかなか壁際から脱出できない、苦しい時間が続いている。このまま行くか。さあさあここだ、パーフェクト KO、 触らせずにラウンドを取る。ああ、決まったね。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクター攻撃が一体になっているようだな。飛んでいる、そばっと一つ、攻めのドライブラッシュ。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。受け止めつつ攻撃する。おお、そうきたか。この距離は弾飛ばれなければ超強力。ここで押し込みに行く。えっ、さあカウンターが決まる。これはでかいのが入ったか。この中段はやや露骨だったか。いやー、よくガードした。やるではないか。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。我が輩もこれには目がやっているぞ。さあ、おっと、飛びを逆手に取って反撃していく。これは主導権を先に手にするのはどちらか。気持ちでぶつかっていってほしいね。さあ終盤、舞台は整った。ゲージ運用が勝負を分かつ状況、ここからの判断が大切になる。張り手が当たる。いいね、相撲してるね。張り手、張り手とともに一気にギアを上げていくか。いざその調子だ。これだけの相撲を見せながら、寄り切っていくかに見せていかないところが。プレイヤーはこのダメージでどうやって料理するか。もっと技バーンとする。ここまでなのか。弾力が問われる状況になった。よくやった。それが来たか。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。今回生贄となるのはどちらだ。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。非常に興味深い試合、見届けさせてもらうぞ。
コマンド投げ、読み勝っていく。どうだろう。プレイヤーはここでドライブゲージが突きかけているが、さあ壁を背負わせて、もう逃げられない。おっと、ここで S 勝負をかけに来た。危険なドライブインパクトは受け止める。今のよく守る。どうだ。ほう、そうきたか。さあ画面端も入れ替えて。カイロはもうどこにもない。2人とも限界と見える。 KO 密着だった。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのかな。上はしっかり見えている。いざ、その調子だ。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。めくりガード、よくガードした。プレイヤー2、ここはバーンとしている。あっと、ここでスタン、壁に押し付けられた。まだ諦めるな。このドライブインパクトはガードさせて OK。 体力は残り少ない。ドライブインパクト、おっと、ここで SD 発動、倒しきる。やるではないか。試合が終わってしまうのが誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。我が輩を楽しませてくれ。さあファーストラウンド注目していきましょう。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。さあ試合の序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー1、ドライブゲージを積極的に使っていくスタイルか。非常技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ちょっと届いた。いいね。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。キャラクターが崩壊になっているようだな。インパクトは防ぐ。いやー、よくガードした。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。さあもっとやり合うのだ。 SA 発動、そして終わった。サイクロンラリアット、これは投げ発生。位置の入れ替えも狙っていたか。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドッバーアウトしている。ドライブインパクトは再警戒。今のよく守ったね。お前で吸い込め。手段立っている。今のは見えていたんだろうね。千載一遇のチャンス、何を仕掛ける。いいのが入った。これは熱いぞ。なかなかに白熱した試合でした。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ開幕、両者はどう動くか。諸君、検討を言う。さあここでチャージを一つ、壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。投げの選択肢を見せていく。いいよいいよ。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ここは投げを見せてガードを崩す。今の投げは良いフォームだったね。これまでの動きから両者は何を感じ取ったか。ここから緊張が高まる。ここは投げを崩す。そうか、ドライブしてダメージを伸ばす。この倒しきりは見事。よく見えていた。良い決着だった。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。確かに戦いにも目が離せませんね。 CCQ でコンボを伸ばす。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使え。おっと、飛びを逆手に取って反撃していく。終わった。次はどう出る。さあ画面端も入れ替えて、うまく出し抜いた。対空にきっちり。いやすんごいな。ここ先生、ここからが正面だ。いざその調子だ。さあ始まった。準備の本領、段階なく。いざ画面端、試合は大きく動くか。もっと我が輩を満足させる。フィニッシュ。
るではないか。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。最後まで諦めるな。序盤からどっしりと相手の動きを見定めて、うまく投げが通った。綺麗に投げていったね。サイク手裏剣を投げる。素晴らしい投げだ。入れ替わった。ここ一番のジャスト。何ここでダメージ、重圧がかかる。もっともっと争うがよい。さあここからすかさず重圧へのくる。どこから来る。飛びは通さない。元は SA を発動している、うん、プレイヤー 2SA ゲージ差を生かしたい。ここで中段組み替え勝ってきた。見事だ。 SA 一戦足りている。ここでフィニッシュ。よい。両者準備は OK。では早速見ていきましょう。さあ思う存分やり合うがいい、争うがいい。ファストラウンド何が起きる。よろしく頼む。期待しているぜ、ね、この攻撃はジャストが止めた。さあここからどう動く。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあどうだ投げ。さあここからやはり近距離での特組合は見ていて楽しいね。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。地上音で差し合う距離、リーチの差を生かすか。これを手玉に取る。セミ危険な状況になっている。さあうまく KO まで。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。そうなんですよね。始まります。投げ。さあここからここで決める。その弾力あっぱれ。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。いやこのラウンドはどうなるんだ。壁に追い詰めた。チャンスになる。さあここからだ。さすがに攻めのドライブラッシュ。いざその調子だ。もっと我が輩を楽しませるのだ。KO。 いいね。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。一進一退、すごく良い試合をしている。 SA を使う。魔力を上げ。何 SA レベル3、立たせないと。ご機嫌な拳が倒れることを許さない。プレイヤー1、 SA ゲージ差を生かしたい。投げる。やっぱりやるではないか。ここでダメージ、重圧がかかる。もっと我が輩を満足させてみろ。ここで投げに来る。見事だ。うまく投げが通った。見事だ。ハリアナを探す。ケーオー。それが見たか。さあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。この戦い楽しみにしていたぞ。さあファーストラウンド注目していきましょう。何事も最初は肝心だ。最初だな。今のは素晴らしいな。長い技にジャンプが噛み、おっとこのパリーが反撃の呪しとなるか。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。ここは投げを見せてダブルキック。もうちょっと技を使えば削りダメージで相手を倒すことができる。いいね、とどめまで。ラウンド2、を切る。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。駆け引きが分かってきたところから。プレイヤー1、先手を取った優位を生かせるか。差はついたようだがまだまだこれからだ。さあ駆
カウンターが決まる。これは痛いダメージ。なるほどな。いやどうだ、地上の間合い戦は投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。逃げ場はなくなった。ここでゲージを使っていく。足りるか、足りるか。ギリ残る。ここからはもう逆境を覆す集中力、研ぎ澄まされていた。よく折れずに戦った、さすがだ。開幕前飛び、あとはない。全てをさらけ出して勝利をつかめ。最後まで気を抜くでないぞ。いやすごいな。危険な距離で殴り合う。見えている。いいぞ、その調子だ。繋いできた。体力ほぼほぼ仕掛ける。スパーツ、ゲージ運用に抜かりなし。なんだと。ここでザプリエット、しっかり狙っていく。さあどうだ。投げが決まった。あっぱれ、やるではないか。陣内から、ここが勝負。ここでマウント。まだ諦めるな。ここ対空、足からは出さない。あっぱれ、やるではないか。飛び道具で語りかける。決勝、やった。俺が見たかったのだ。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。楽しみにしていたぞ。うまく打撃をさばいていく。相手の攻撃をバニーで取って、ドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。両者スペース十分。どちらがラニーを押し上げていくか。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。うん、いいね。投げ、さあここから、ここはどう出るか。投げは抜けている。もうちょっと。ここから試合は終盤戦。緊張感が増す。これはでかいのが入ったか。あとここでスクリュー叩きつける。飛んでいる。このインパクトは通らず。今のよく守ったね。倒しきる。とどめまでしっかり。いい形でラウンドを取れた。さあここからどうでしょう。なかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。次の試合展開も楽しみですね。プレイヤー2、スーパーツにゲージを使っていた。あっぱれ、やるではないか。レベル3選択、ゲージを大胆に使っていく。 SA を使うフェイタルレッグツイスター。投げて、すごいな。さすがに受け止めながら、おお、そうきたか。この間合いで吸い込む。もっと我が輩を楽しませるのだ。これはいいのが入った。バーアウト、まずいぞ。ここで SA、KO。良い決着だった。試合が終わってしまうのが両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。一回生贄となるのはどちらだ。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。勝負、健闘を祝う。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。プレイヤー1、まずは体力リード。このまま行くか、打つか、すかすか、踏み込むか。地上の駆け引きの間合い、時間だけがゆっくり過ぎていく。目に見えない駆け引きがあるんだろうね。ここはガードでしのぐ。画面端に追い詰めた。ここが大事。もっとやり合うのだ。さあここでドライブラッシュ。もうちょっと。体力差はある。ここはどう出るか。さあ今のラウンドを振り返ってみて、いかがでしょうか。2人ともなかなかやるな。盛り上がってきたぞ。
ぞ。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。カウンターが入る。おお、なるほどね。さあ近距離の攻め合い、そしてまだまだ壁際の楽しい時間は続く。差はついたようだが、まだまだこれから。こいつ倒しきる。やるではないか。ファイトラウンド。またやりで強化状態。最終ラウンド、全てを出し切ることはできるか。もうぶつかっていくしかないね。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。気持ちでぶつかっていってほしいね。この中段はやや残ってたか。いやー、よくガードした。一方向で投げに行く。綺麗に投げていったね。プレイヤー1、体力リードで受けに回るか、さらに攻めるか。どうした、もっとやり合うのだ。飛びは通さない。ラッシュするか。 SA ゲージはたまっちゅうだ。しかしさせない。今のは見えていたんだろうね。ここはっと中段が来る。この中段は何だったか。いやー、よくガードした。きっちりストリボーグまで。 SA、 ここからが正念場。いやー、すんごいな。最後は極めつけレベル 3SA か。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあ、思う存分やり合うがいい。さあ、ファーストラウンド、注目していきましょう。よろしく頼む、期待している。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。下は通らないか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。プレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。ドライブゲージがなくなった。カウンターが入る。今いいのが入った。さあどうだ。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。もうちょっと。さしかんと距離を取って。この飛び道具はどういう仕組み。届いた。いいね。ここでしっかり。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。2人ともなかなかやるな。今回も盛り上がってきたぞ。今後の展開にも期待していきましょう。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。うまく投げていった。いざ、その調子は。次はどう出る。うまく投げていった。良い投げ。大差ないぞ。試合この距離で打ってきた。これはプレイヤー2、状況は悪くない。どう生かすか。ここからどう動く。つないできた。追い詰められてしまった。どうした。 SA にゲージを回す。追っていくか。いや、すごいな。倒しきり、見えている。そういうことだ。最後に笑うのはどっちだ。最後まで気を抜くでないぞ。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。これは危険な香りがするな。ゲージが少ない状況。火力は出ないが動くかどうか。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を警告することで大きなチャンスを訪れる。飛びは落とす。いざ、その調子だ。いい感じだ。見えているか。この投げを、この逆境を跳ね返して、こっつないでいた。プレイヤー1、ここジャストドンピシャ。投げが決まった。綺麗に投げていったね。いい感じだ。どうにこのスーパーサトウか。これ頑張れ。ああ、そうだ。ここで勝負をかけるか。いいぞ、その調子だ。限界を超えろ。行け。
因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。今回生贄となるのはどちらだ。マスラゴ、何が起きる。よろしく頼む。期待しているぞ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。このまま行くか。確かに距離を取って、ドライブラッシュを使って早い展開にするか。ターゲットコンボを叩き込む。グラップしっかり投げ。さあここだ。もうちょっと。KO まで一本取っていく。さあこれはどう見ますか。全く素晴らしいね。見事に決めていった。さあ次の手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。どっちも動けてはいるんだろうね。きっと体力差がある。このビハインドをどう埋めるか。勝負はここからが面白いんだよね。この人ここは攻めたいところ。だがしかしこれは相手も同じか。ドライブラッシュで前に出る。捕まえて投げ飛ばす。見事な投げだね。中足がヒット。倒しきれではないか。随所で駆け引きが言う。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。いたぞ。いきなり突っ込んでいった。対空はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。あ、今のは素晴らしいね。どうだろう。プレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。さあどうだ。これはいい形で入れ替えた。KO。 勝負は。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。鬼気迫るその戦いぶり、見事な。次が始まります。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところかな。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。頑張っていってもらいたいよね。プレイヤー2、ゲージの有利状況をうまく使うか。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。受け止めつつ攻撃する。これは。さあコンボはきっちり。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。いざ、その調子だ。ドライブラッシュで前に出る。 KO。 良い決着だった。圧力がモニター。これはとんでもないプレーだ。惚れるこの勢い、素晴らしい。さあ軍団にドライブして張り手を浴びせて。この速度で張り手を出せる力士は他にいないんじゃないかな。プレイヤー2、この画面でどうやって料理するか。もっと火力とともに一気にギアを上げていくか。いやすごいな。これだけの相撲